あ、気持ち気持ち気持ち。じゃあ、パッケージ。うおぉあっしゃーあっしゃーおぉおぉ、なるほど。はい、はい、ですね、番外編ということで、今はね、肩甲骨と五家さんにね、グイグイやったんですけど、五家さん自身もね、弟子とかにもしか、うまくこう、肩甲骨剥がせたら、まあ、すごくいいじゃないですか。そうですね、ぜひ肩甲骨の剥がし方をちょっと、そうですね、ちょっと、レクチャーさせてもらえたらなと思いますね、はいはい、そして、ちょっと今回、こうね、実験台になってもらえる方もおられますので、はい、はあ、どうぞ。はい、どうもこんにちは、どうも、哲也でーす。哲也さんは渋谷の方でフリーマッサージをされているという、はい、土日ですか。土日、一応、まあ日曜日だ、あ、土曜だけだ、土曜だけだよ、ね、土曜だけ、はい、はい、土曜だけ、ただでマッサージできるチャンスが渋谷にありますので、ぜひ皆さんお聞きください。そしてチャンネル登録もね、皆さんしてよろしくお願いします。それではやっていきましょう。はい、はい、さあ、行くぞ。はい、で、うつ伏せの時はですね、はい、入ってるかな、はい、うつ伏せの時はですね、はい、この膝を肩の前にこう入れるんですよね。なるほど、はい、はい、で、このままこう肩甲骨を探って、はいはい、指を当ててこのままグニッとやっていく感じですね。あ、なるほど、まあ、他人の肩甲骨を、あ、面白い、入れるという、あ、柔らかいですね。剥がれてますね、いい感じ、こんな感じで、優しいです。じゃあやってみます、はい、どうぞ。じゃあ初の肩甲骨作業をやってみます。ででん、はい、そうですね、そうです、そうです。ここで入れて、はい、肩甲骨を探して、あった、はい、相手がいたかどうかちょっと聞きながらやってくださいね、はい、ここですね、そうですね、はい、そうです、そうです。あ、入った、入った、入った、入ってます。お、あ、入った。第一関節ですね、これは。なんで抵抗してますね。ちょっと今筋肉で力入れますね。そうですね、こう、こう、こういう感じですね。あ、そうそう、入った、これ、お、すげえ。こういう感じ、入った、入った、入った。あ、面白い、面白い、はい、抵抗しちゃダメですよ。あ、なるほど、そうなんですよ、そういう感じで映ってますか。あ、気持ちいい、はいはいはい、気持ちいい。さすが、豪傑整体院できそうですね。リラックスしてください。はい、リラックスですよ、力入れちゃダメですよ。はい、気持ちいいです。あー、すごい。あ、あ、揺らしてください、ちょっと深く、深く入って。あ、そうですね、深く入ってきた。こう、手をこう、こういう風にしてあげる。第二関節くらいまで、なんか、はい、あ、いい感じで、あ、入ってます、入ってます。だから柔らかい人にやることは結構簡単なんですよ。あ、まあ、ムキムキすぎたりするとなかなか大変なんですけど、はい、まあ、パワーがあるからね、もう相手が言いたがらないから。はい、で、ちょっと交代しましょうかね、はいはい、で、もっとこの状態でできたら相手が痛くなかったらこの骨盤に手を当てて、はいはい、まあ、同じですね、こういうふうにして、そうするとさらに浮きますので。ああ、なるほど、はい、こういう感じ。あ、浮いてる、浮いてる、はい、で、この感じで2ついっぺんに広く押さえるんですけど、まあ、片方を当ててですね、こっちの手でこう押し込むような感じね。おお、で、こういうリアクションで、ね、あ、なるほど、これが2つ、おお、はい、うまくいけたらこういう感じでいく。おお、すごい離れてます。おお、なるほど、そうですね、おお、はい、意外とね、柔らかい人には簡単にできますので、はい、じゃあ今度はこう手を、あ、あ、そうですね、当てることによってここがさらに浮きますので、あ、はい、これ浮きやすくなると、はいはい、おお、なるほど、そうです、ああ、深く入る、はい、おお、で、片方に手をやってこんな感じですか。すごいな。すごいパワーだ。上の方はどうしても入りにくいのでスペース的には下が、あ、下の方、はい、こっちでグッと入れて、おお、はい、おお、おお、はい、こっちでこういう感じでグイッ、ああ、指が太いからさらに剥がれ感が強いかもしれませんね。おお、はい、なるほど、そんな感じ、そんな感じでやられてたんですよ。あー、はい、これは面白い。肩甲骨自体が怖がる人もいますからね。うまいですね、さすが。パワーがもうちゃいますね。あー、結構癖になりますね、はい、これは。楽しいですね。はい、うん、では、横向きになりましょうね、まあ、この辺にしゃがんでもらってみて、あ、顔をつけば面白いですね。はい、まあ、この足をその背中に当ててもらって、はいはい、使いますね。で、この足の上にこう手を乗っける感じですね。で、手に肩甲骨を近づけていくということです。こうやってずっと手の力がいるので、はい、こういう感じで探っていって、こうやって揺らしてあげると入ってきやすいです、ね。おー、なるほど。はい、
こんな感じで。おお、入ってる入ってる、はい、これ全然あ、いいですね、楽勝ですね、はい、おお、はい、で、握れますから、ね、おお、で、あの、こっちおっ、まあ、でも僕さんはもっとパワフルです。おお、うわっ、うわっこういう感じです、はい、うわなるほど、はい、で、まあ、こうさせてもいいし、この辺です、はい、はい、ちょっとやってみましょう、はい、これ取れないですかね。ほんまにあれかもしれない、ね。こんな感じでしたっけ。足をのけてください。はい、そう、そういう、そういう感じですね。で、そうです、そうです、そうです。で、手を近づけて、ですね。あ、こんな感じ。このももが当たった感じ。ここで固定しますね。はい。はい、その状態で揺するようにして。おお、来た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 。はい、お客さんリラックスしてくださいよ。おー、リラックスリラックス。あ、ダメ、近いダメ。いやー、ワークで入る人もいますからね。はい、指浅くないですか？いけてますか？ホールドできると思うんですよ。うまくいったらこう、ガチッと。掴めるかなと思います。うん、入ってきましたね。はい。いきますか。掴んで、あ、掴みましたね。掴んで、手前に行く。あ、こんな感じで。そうです、あ、なるほど。それが、まあ、まさに剥がれる感じですので。あ、なるほど。はい、おで、まあ、上さんパワーがあるから、そのままこうやってこう持ち上げてもらって、ね。え、上に。そうです。おあ、なるほど。上半身を持ち上げて。おお。手羽先取れる。そんな感じです、ね。まあ、そのままそう、手羽先の部分ですからね。はい、そうそうそう。おあ、おお。じゃあ、リラックス、リラックス、リラックス。リラックスしてください。手前に引いたり、掴んで手前に引いたり、持ち上げて。おお、こんな、こんな、ね、問題ないですか？問題ないですか？大丈夫です。はい、あ、こんな感じです。そうそう、あ、なるほど。おほほ、はい、おお、牽引される。牽引される。おお、はい、そういう感じです。はい、おお、おお、すごいです。がっつりやってます。がっつりやってますね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、今みたいな感じで、もう一つそのおまけ的な感じでやってるんですけど、はいはい、この下になった方の肩甲骨ですね、手を後ろにしてもらって、で、もう少し丸まってもらった方がいいですか、はい、ここです、はい、はい、ここです、はい、で、ここあの段差がありますので、あ、ここですね、ここに指が入っていきます、おお、はい、入ってる、はい、あ、気持ちいいな、こういう感じ、こういう風に入る、おお、ふう、かっこ入るな、入っていこう、おお、取れる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 、こういう感じで、手先取れる、おお、あ、気持ちいい、はい、あ、かっこかっこ、なるほど、こうやって、遠い、これちょっとまあ映るように僕はこうやって遠くからやってますけど、はいはい、まあこう近く、こういうですね、こういう感じで、あ、それ気持ちいいな、気持ちいいな。あ、風通しが良くなる。もうね、はい、はい、じゃあ私がやってみます。はい、お札入れますかね。100万円早いんだよ。そうです、肩甲骨ですけど。ありがとう。おお。あ、いけますか。いいな、これなんかごっつい。いけてます。うまいですね、これさ。あ、下の方がいいんでしたっけ、ちょっと下。そうですね。ちょっと引っ張る感じ。そうです、そうです、そうです。負け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 、じゃあパワフル、ほんまにほんまにほんまに取れる可能性がありますね。パワフルですね。こんな感じで、それも押し込んで、押し込、指をまず指先を押し込むんですね。おお、叩いたあかん、叩いたあかん。指先をこうグッと押し込んで、それで手前に引く感じね。あ、なるほど、こういう感じで指を押し込んで手前に、はい、まあ、まあまあ反対の手で押し込む感じですよね。今こんな感じになってきますね、はい、ここに100万円が入るかもしれない、うん、100万円入りますよ、200万ぐらい入るぞ、うん、すごい、いいですね、楽しいですね、はいはい、これは仕事でやるとしんどいですから、ね。はい、これであとは座った状態ですね、はい、まあ基本はあのこの足を使うのが大事ですので、足をこう背骨に添えて、手も添えて、で足でこうつくような感じですね。こういう感じで。っていうのわかるかな。うわー。まあですね、うわー。どうでしょうか。まあ足よけましたけど、ちょっと見た目に、はい。うわー。こういう感じでいいですね。
あたた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 たみたいな感じですね。あべし、あべし。うわー、すっげえ。ね、うわぁ。ではやってみましょう、はい、さん、はい。こっちの方やります。まあ、どっち両方やるといい。はい、これ、足が…あ、反対の方がいい。僕今。じゃあ、豪傑いきます。さん、いきます。でれん。探るときがあれですね。はい、リラックス、リラックス。おぉ、入ってきた、入ってきた。つきましたか。あー、ちょっと浅いですか。浅い。ちょっとそのまま、そのまましてください。ちょっと理解違う。あ、そうですね。これで、ここで、こう押し込んでいくんですね。こう上げて、はい。それで、手の力じゃなくて、この足の。足の、そうです。足で押し込む感じ。ああ、なるほど。はい、ああ、ここかな。ちょっと違いますか、深さが。これどうしたこれですね。で、そうですね、この位置は、高いのかな、足の位置が。ちょっとね、肩がね、左に流れちゃう。この感じで、まず、おーしーおーしーおーしーあー、それは、こっちから行く感じがしますね。はい。多分、この膝がね、体に当たらない方が多分いいかもしれないです。なんか、こっちで押されちゃって、はい、流れちゃう。まず手で、まあ、そうです、それでもいいですよ、ね、手でいけそうやったら。まず、手でぐにゃーっと寄せていって、ちょっとちゃいますか。うん、ちょっと、もう少し、ちょっと、この。おーってきた。そこ、上げるそれで、こうやって僕はこう。すごい、嬉しい。今みたいな感じ。蹴り入れるわけじゃないですよね。はい。ああ、そうですね。ああ、これですね。ああ、なるほど。ああ、僕が書いてます。はい。まあ、大の大人が何してんねんって話3人で、はい、うおーあちゃーあちゃーうわーひでぶあちゃなるほどありがとうございます、はい、効果もいらないですねすごいという感じですね。はい、まあ、ちなみに哲也さんは腕組むの楽簡単にできるタイプなんですね。反対もいきますか。反対もあ、ないですね。あのちょっとこっちがきついです。トさんやった時はこの腕をこっちに内旋させるんですよね。少し上げるとそうここの隙間がなくなると上がりやすくなるので、これで上つけたら、あ、左手上から持ってきてもらったら行きやすくなりますね、うん、こういうふうにねじるとすごい力ですね。はい、やるとつきやすくなります。はい、はい、ね、番外編ですけども、あの初めての肩甲骨の話を実際受けるんじゃなくてやってみてどうでしたか。いや、めっちゃ面白かったです、ね、面白い結構この第一関節、第二関節、第三関節、第二関節くらいまで結構いきましたね。そうですね、あのこのムキ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 って入ったんで結構面白かったです。肩甲骨の感覚っていうのがなんか形っていうのがね、あのこう掴めて面白かったんじゃないかな。そうですね、もう初めてなんで、はい、超楽しかったですね。はい、だからよくもっと感度が上がると肩甲骨の裏にも筋肉があるっていうのも分かりますし、はい、そこをこう伸ばしてるっていう感覚も分かってきますので、はい、それはまあひょっとすると腕相撲の覚醒につながるかもしれませんので、また道場などでね、そうですね、使ってもらったらどうかなと。受けた哲也さんのはどうでしたか。いやー、なんかね、あの黒岡先生の時もすごいズブズブ入ってこうガッてもう手羽先が取られるかと思ったぐらいなんですけど、豪傑さんのまたね、なんかオーバーザトップって感じ、ね、やっぱね、指の太さもやっぱ若干ね違うんで、もう受け生態になったらかなり繁盛するかもしれない、ね、いや、もう実は来週からちょっとやろうかな。ようやくやりましょう。そうですね、ちょっとマージン欲しい。ということで、まあ、またこういうね、機会があったらね、ぜひコラボの方もね、はい、お願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。